本日は株式会社東京コンテンツヒット代表取締役であります、和美社長こと、幸田和美さんにお話を伺いたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。では早速ですが、和美社長の、夢やビジョンについてお伺いしてよろしいでしょうか。はい、そうですね。私はずっと20年以上ウェブの仕事をしているんですけれども、やはり、ね、ウェブの、影響力っていうのがすごく今回のコロナのこともあって、結構浸透をしてると思うんですね。なので、夢というのは、地方とかの小さな会社とか、自分たちの、発信力を持って自分の事業を発信できる、そういったことができるようなお手伝いをしたいなと思っています。何か小さな会社がどんどんこうもっと日本や世界に発信できるように、そのお手伝いというところでウェブを、作ってらっしゃるということですね。はい、そうです。はい。その夢やビジョンを、実際にこう具現化していくために、どんな目標や計画を今立てていらっしゃいますか？目標と計画ということではないかもしれないんですけれども、やっぱりですね、ウェブのね、ホームページを制作をしてるんですけれども、それも自分たちで発信ができるような、ワードプレスっていうプログラムを使った、自社で発信できるためのプラットフォームのホームページを作っています。で、それを、口コミだとか、そういったところで制作をしているわけですけれども、もっとね、地方のからの発信力を高めたいっていうところでね、私に頼むとそういうことができるんだよっていうことを知ってもらうためにもね、自分の発信力や、もっと影響力がある発信ができる人になりたいなと思って、今はツイッターをね、ちょっと頑張って、かずみちゃんっていうキャラクターで、今、フォロワーさんを増やして、もうちょっと、ウェブといっても、デザインの方が強いので、発信力っていう意味では、言葉を磨いたりだとか、そういった方も合わせて、ちょっとツイッターで訓練してる感じですね。じゃあデザインだけじゃなくて、そういう言葉的な発信の魅力だったりとか、そういうのもちょっと今勉強していらっしゃるということですかね。磨きまくってる感じ。い。なんかこのニックネーム、和道社長っていうニックネームもすごくキャッチーで、割と皆さんこう一回見ると、どんな方だろうってちょっと興味が湧くネーミングだなと思ったんですけど、そうですね。和道社長のキャラクターっていうのも、ここにこうお団子を作って、このメガネをかけてっていうので、アイコン作ってるんですけど、ちょっとオフ会とかで行くと、もう、和道社長って必ず言われる感じで、名前もね、覚えてもらいやすいようで、ちょっと気に入ってます。そうですね。すごくキャッチーで私もいいなってすごい思いました。ありがとうございます。で、そのワードプレスを実際にこう使ってホームページを作成したりとかされてるということですけど、そのワードプレスの実際にこう魅力だったりとか、なんか他とのこう違いとかってあるんですか？ワードプレスならではというか。はい、そうですね。ワードプレスは、まず、Google の、SEO っていうんですけど、それの、ワードプレスに書いたことが、Google に乗りやすいような仕組みっていうのが、なんですかね、組み込まれてるんですね。なので、そこで上手にアピールができるようになると、検索にも引っかかるようになるし、何よりも、ちょっと前はね、私もホームページっていうと、お客さんに納品してから、ここ直してとか、あそこ直してって、またメンテナンスを受けてたんですけども、ワードプレスだとこう、パスワードと ID を入れて、自分でログインして、ちっちゃいことだと直せたりするんですね。
そういうところでこう臨機応変にこう自分の形にしていけるっていうのがワードプレスの魅力だと思っています。じゃあ、よりこう自由度が高くて、自分の好きなようにこうできるっていうところがあるってことですね。ね、ありがとうございます。で、今ちょっと目標計画のところを伺ったんですけども、じゃ今実際にどんなこう活動指針を持って、具体的にどんな今実際活動されてるか、もうちょっと具体的にお伺いしてよろしいですか？はい、そうですね。ホームページでこう打ち合わせをして、その人の、魅力が最大限に発揮できるようなデザインや、あと言葉遣いや、あとはこうキャッチコピーなども、すべてね、一貫して私が作っていますので、そこをこうお客さんとのやり取りで、小さい会社であろうが、なんですかね、こうより魅力的にできるようなこう作りをしています。で、実際にこうオープンしてからなんですけども、ホームページはそれ作っただけじゃ拡散はできないので、ブログを書いたりとか、それをよりこうその人の言葉でホームページを膨らましていくっていう作業が必要なんですけども、やはりブログっていうとね、ちょっと日記とか、なんか昨日あれ食べたとか、あの人に会ったとか、そういうふうになりがちなんですけど、そうではなくて、自分の商品だとか、自分の会社のとか、自分の事業の魅力だとかをどんどん発信できるような言葉を選んでいかなければ、ワードプレスのホームページ自体の力がついていかないんですね。それがなかなかこう考えとして定着しないので、最近はなんですかね、コミュニティを作って週1回どんなこと発信しますみたいな、そんなのをやり取りできるような、こう何人かで集まって、それいいねとか、こんなのはどうとか、そういうやり取りができる場所を今、そうですね、始めたばかりですけど作ってます。そうすると、どんどんその会社のページにとか事業のページになっていくんですね、やっぱり個人の発信から。で、本当になんかもうこう、めきめき皆さん力がついてきてるので、ここもやっぱりしっかり伸ばしていった方がいいかなって思ってるところです。素晴らしいですね。なんか私もワードプレス使ったことはあるんですけど、やっぱり何がこう読み手にとって響くかとか、なかなか自分ではすぐ思いつかなかったりとか、なんか書くのにもすごい時間かかったりもするので、そういうなんかいろいろアドバイスをもらえたりとか、魅力を外側から言ってもらえるのはすごく嬉しいだろうなと思うんですけど。あとは私だけじゃなくて何人かでしゃべると、で、としてね、偶然こうたどり着いた人の意見みたいなところも出たりするので、それもいいかなと思いますね。やっぱりこう1対1じゃなくてコミュニティっていう形がとても良かったなと思って。そうですね。じゃあ、その今、ウェブ制作っていうところでお仕事を、されてますけども、そのお仕事をされる、今の夢やビジョンにつながる背景をちょっとお聞かせいただけますか？そうですね。私一番最初は学校出たのは服飾科で、一番最初はアパレルでデザイナーをやってたんですね。で、やっぱりお洋服のこう型紙を作ってデザイン画を描いてっていうのをやってたんですけども、実際それを着る人っていうのはどういうシーンでそれを着るのかとか、どういうところに住んでて、どういう音楽を聴いて、どういう生活をしてる人がこの服を着るのかっていうところから考えるっていう、そういうブランドにいたものですから、なんかそっちを考える方が楽しくなってきて、まあお洋服はその一部だなっていうところで。で、やっぱり、それをね、仕事にしていくのに、まあ、何を作るのでもいいんですけども、例えばインテリアだったりとか、いろんな形があると思うんですけども、それで、一番こうフィットしたのがウェブだったっていう感じですかね。なので、
ホームページを作るのでも、そこの会社さんのお客さんがどういう人なのかっていうのを考えながら作るような、作り方をしています。あと、きっかけとしては、そうですね。あとは、小さい頃から、みんなのこう、ワイワイするところがすごい好きだったんですね。例えば、文化祭で、こう、実行委員会になったりとか、今でもちょっと交流会とかで会長になったりとかしてるんですけども、その、わーってこう、みんなが気持ちが盛り上がって、こう、一緒になるというか、その盛り上がる瞬間みたいなのがとっても好きで、で、ウェブっていうのは今の SNS のツイッターのバズるとかもそうだと思うんですけども、そういう波がね、こうちょっとわかりやすいというか、そういうところでもやっぱウェブは魅力的だなと思ってなかなかね、その、バズるっていうところって、こう、個人的な、なんか、目立つっていう方に行っちゃうんですけど、どちらかというと、勝道社長は、みんなが喜ぶというか、みんなで盛り上がるとか、そっちの方が、こう、もともとあって、それが好きなのがあって、そういったところに、こう、意識がいかれたのかなと、ちょっと思ったんですけど、そうかもしれませんね。やっぱりツイッターも一生懸命やってると、こう、私は朝6時に1投目を送るんですけど、そうすると、その6時に送、あの、アップしてる人がすごい大勢いるんですね。そこで、こう、やっぱり仲間ができてきて、あ、今回いいね、すごい行ったんじゃないとか、なんかそういう話で、で、盛り上がると、頑張れ、頑張れ、みたいになってくるんですね。だからバズるも一人じゃなくて、なんか、あの人行ったよとかって、どこがポイントがあったんだろうとか、この言葉遣いかなとか、出だしがこうかなっていうのを、なんかみんなで研究したりとか、これがいいかもしれないっていうのを、またみんなでやってみたりとか、結構チームワークだったりするんですね。それが、和美社長になって発見できてよかったなっていうことだったりします。そうですね。なんか、こう、ウェブ制作っていうと、一人でコツコツやるみたいなイメージが あるんですけど、でもそうじゃなくて、なんか、やっぱり、ウェブの中に、インターネットの中にも、そうやってみんなで作り上げる世界があるんだなっていうあのるんですよ。そう、思って。今回ね、コロナでリモートがすごい定着しましたけど、私ももう10年も20年も前から、インターネットだけで外部とつながってたっていう時期が結構あるんですけど、やっぱプログラマーさんだったりとか、そのディレクターさんだったりとか、営業の人だったりとかが、こう、前はね、ズームがそんなに、まだ、インターネットの容量がそんなになかったので、こう、チャットがこう、画面の端っこをこう流れていくっていう、ね、そんな感じなので、文字はいっぱい打つんだけど、全然喋らないみたいな、そんな時もあったんですけど、やっぱそこはそこで、そこの世界があったりとかして、なので、割と、こう、私の場合は、こもってても、いつも誰かとつながってるような、そんな、こんな恵まれた環境にずっといます。でも、ご自身がね、やっぱり求めてるからこそ、こう人が集まってきたりとか、なんか、場の中心になったりされるのかなと思いましたけど。はい、ありがとうございます。じゃあ、今、きっかけのところをですね、お話ししていただいたんですけど、もっとその引いたところで、じゃあ、ご自身がどんな、こう、背景が、出会いがあったりとか、生い立ちとか、なんか、どんなこう感情がもともと持ってらっしゃったりとかしたのかなっていうところもちょっとお伺いしたいんですけれども。なるほど。そうですね。うちの家族がですね、5人家族なんですけど、全員大型なんですね。なので、なんか外面がいいって言ったらなんですけど、まあ結構陽気な感じで、そうですね、それぞれがお友達がいっぱいいるような、そんな家族で。なので、なんかもう家にいないみたい。それの
それぞれの世界を確立しているような、意外に独立心の高い家族でしたね。で、あとはすごい、父の、転勤ですごい、小学校が4つあるっていう、なんか2年おきに転校してたような、そんな小期だったんですけど、割とこう、馴染むのが、まあ、得意っていうか慣れたんだと思うんですけど、いつの間にかそのグループの中でちゃっかりと、なんかあたかも1年生からいたような、そんな雰囲気で、あれ、かずみちゃん何年生の時いたよねみたいな、なんかそんなんで、なんだろう、いつの間にか仲良しになってるっていうような、そんな子供の頃でした。なので今も割とこう、交流会とか、ひょろっと一人で行ったりとかするのも割と平気な感じなんですね。あ、そうなんですね。じゃあまあ知らない人がいても別にそんなに抵抗なく入っていけるような。あ、なるほど。はい。なかなかね、現代人こう交流が少なくなったりとか、なんか引きこもりになったりする方も多いですけど、もともとじゃあ幼少期からそういう、まあ、人と関わるのが好きだったりとか、まあワイワイこう楽しい感情を感じるのが好きそうだっでたすのかね。なと。はい。ありがとうございます。すごく、なんか人柄というか、はい、伝わってくるインタビューだったかなと思いますので、ぜひ、はい、皆さんもね、ちょっと、和光社長のウェブページとか、ツイッター見ていただけたら、人柄が伝わってくるかなと思いますね。はい。じゃあ今日は、はい、どうもありがとうございました。がとうございました。